カツオチョコに始まり、毎年バレンタインには弥勒さんに驚かされっぱなしだわ。本当ね、カカオのお醤油だなんて私は存在すら全く知らなかったもの。ああ、東郷先輩とユーナさん、いつの間にか戻ってきてたんですね。え？ずっとここにいたけど。ここにいながらここでないところに行ってたよ。それはそれは長い間ね。あ、忘れるとこだった。加賀城、はい、あげる。え、私にくれるの？ありがとう、しずく。ちびちびチュンチュンついばんで食べるね。そんなに大事に食べるなんて、しずくちゃんとっても愛されてるのね。え、ほんとそうだよ。ラブチュンチュンって感じ。違うよ、加賀城は弥勒ラブ。え？は、あ、あー、何言ってんの、しずく。誰が弥勒さんなんか。まあ、無礼千万失敬万倍。なんかとは何ですの、なんかとは。そうよ、スズメ、くちばし、口を慎みなさい。第一、あなた今年は弥勒さんに。弥勒さんなんかいつもいつも変なことばっか言って、無駄に大きな声張ってわめいてさ。スズメさんこそいつもいつも無駄にうるさくチュン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 とさえずって。うるさいだけでどうしようもありませんから。黙りなさい、チューした仲のくせに。なあ、してない、してません。あの時のあれは結局誤解で、未遂で。あの時、あの時っていうのは去年のクリスマス。おー、これボケず掘るやつ。スズメ先輩、ポッケから何か落ちましたよ。あら、弥勒さんへ。あ、チョコレートですね。なんだ、まだ渡してなかったの？きーやー、何この最悪だ。やっぱりあなたたちって完璧展開。スズメさんが私に。そうですか、それは誠にありがとう存じます。さっきまでの文句はどうしたのさ。笑ったり得意げに勝ち誇ったりもしないわけ。弥勒家の者たる私がそのようにゲスな振る舞いをするとでも。この弥勒由美子、人様の好意を嘲笑うような品性は持ち合わせておりませんの。はい、加賀城の負け。くぬ、受け取ってくれて、どうもね。いつまでも元気で健康でいてください。年寄り扱い。まったく、しょうがない小鼓ですわね。それでは失礼いたします。おや、若葉さん、待っていてくれたのか。実は大社から私に平日の祭事参加についての依頼が複数あってな。なので学校の授業やテストとのスケジュールをどう調整するか相談をされていたんだ。それだけですか？ああ、それだけだが。それはそうですよ、日向さん。校長先生までファンクラブ会員だなんて邪推が過ぎます。あ、よかった。心配は杞憂だったのですね。ご無事で何よりです、若葉ちゃん。一体何の話だ。それが例のファンクラブが若葉さんの誘拐を企てている気配を察知しまして。誘拐？私の？何をバカな。ですよね。そもそも一般生徒に若葉さんを力ずくでどうこうできるはずがありませんし。よかった、これで安心して
特別なお夕飯やチョコの準備ができるというものです。商店街とモールでお買い物をして、若葉ちゃんがお風呂に入っている間にお部屋を飾りつけて、一緒にディナーを食べて、デザートにチョコレートを渡して、その後はゆっくり映画でも見ながら。映画でも見ながら何をするんですか？いやだ、アンズさんたら、私の口からそんなこと言えるわけないじゃないですか。痛いです、日向さん、痛いですって。でも日向さんと若葉さんが幸せで嬉しい。オンズのやつまたどっか行ったみたいだな。よし、今のうちに。静か、はいな、毎度。なんや、たまりん、うちに用事か？いや、今年の玉チョコはお前にやろうと思ってな。ほら、これもらってくれよ。タマリンからうちに？なあ、タマな、前にアンズの具合が悪くなった時、巫女のくせに勇者の何がわかるって、そんな風に言ったことをずっと後悔してて、いい機会だからちゃんと謝っときたくてさ。あの時は本当に悪かった、許してくれ。いやいやいや、頭上げてえな。そんなんうちかてきついこと言うた気するし、怖い子やんか。余裕のない状況でつい取り乱してしもてもお互い様や。まだ中学生なんやし、うちらは。静か、そう言ってもらえて気が楽になった。ありがとう、いいやつだなお前。それもお互い様な。たまりんかてめっちゃええやっちゃで。精神年齢は中学生どころか20歳を超えてそうな人もいっぱいいるけど、勇者部には。ふん、私の気持ちだ、受け取ってくれ。ありがとう。毎年で、今日どうする？うち来る？ああ、風さえ良ければそうしたい。じゃあ、私のは夜にでも渡すわ。なんて生々しい空気。そういうのは隠れてやってよ、二人とも。隠れてやったらなお生々しいでしょうが。そうですよ、勇者は正々堂々と明るい純粋同性交友をするべきです。その通り。ユーナ、ちょっといらっしゃい。レンジ、いきなり現れて何？待って、ちょっと その通りって言った割に、自分は赤嶺さんを影に連れてっちゃうのね、レンジさん。なんか、そのこそがいようがいまいがカオスだわ。バレンタインって勇者部の鬼門なのかも。今そこでレンゲに首根っこつかまれた赤嶺とすれ違ったが、何かあったのか？お、やっと帰還したな。包丁の説教爆弾は大丈夫だったか？説教？何のことかさっぱりだが、タマコにはこれを渡さねばならん。さ、チョコレートだ。お前のちょとつ盲信とも言える素直さにはいつも助けられている。これからも頼むぞ。さすがはリーダー、よくわかってるな。今後も遠慮なくタマを頼りにしたまえ。スミちゃん、私からはあなたにです。お一つどうぞ。日向さんは私に。ありがとうございます。私が引き締めずとも、あなたのおかげで勇者部の規律が保たれています。今後もずっと勤勉でまっすぐなスミちゃんでいてくださいね。はい、勇者部の風紀は必ずや私が守ってみせます。
あ、ユーマさん。たった今、先森組がいい雰囲気だからこっそり退散してきちゃった。あの、もう甘いものは十分でしょうが、私からもショクラートを送らせてください。ありがとう、スミちゃん。幸せそうな東郷さんを見ていると、その柳のような柔軟さにいつも驚かされます。硬いワシオスミを柔らかい東郷ミモリに進化させたのは、ユーナさんのご尽力があってこそだと思います。今後とも節度あるご指導とご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。大げさね。こういう時のワシオさんは花本さんといい勝負だわ。もったいないお言葉です、氷様。褒めてない褒めてない。だし東郷が柳だとしたら、すでにしなりすぎて頭が地面についちゃってるよ。見てこの顔。今日の私はゆうなちゃん分に満ち溢れているから、焼き餅も焼かないわ。私たちのお餅はチョコ大福餅だもんね。ああ、私が言おうと思ったのに、ゆうなちゃんたら。放送は怖いけど、これもちょっとな、はあ、濃厚すぎるせいか、園子先生のビューオーも全く不可な。あれ、そもそもいらっしゃらない。園子ズなら結構前に連れ立って出て行ったよ。何、まさか悪だくみでも。いや、そんなはずはない。今年のあいつらは大丈夫だ、多分。ちょっと、いい加減に話してよ。なんだって言うのさ、いきなり。ユーナ、何？黒牛の舌は美味しかった？すっごくよかったわね。何匹食べたの？確か3か4。なんでそんなこと聞くの？お説教ならしたって無駄だよ。レンチは私のことなんか何とも思ってないんだし、私が何をしようが文句言われる筋合いないもん。これを飲みなさい。な、何これ、プロテインカップ？カロリー計算を一からやり直し、欠けている栄養素を溶かし込んだ栄養ドリンクよ。あ、はあ、あ、チョコの匂い。パンダ、私を太らせて後悔させる作戦？魅力がそんな姑息な手を使うと思って？真の頭脳派であるこの魅力が。分かったよ。飲めばいいんでしょ、飲めば。魅力は今夜ユーナに豪華な晩餐を取らせたくて、事前に過剰なカロリーコントロールをしてきた。でも美味しそうに魚を食べるユーナを見て、それが間違いだったことに気づいてしまった。だから全ての予定を変更し、余分な脂肪吸収を妨げ、戦闘での消費カロリーを補うプロテイン、その名もミロテインドリンクを作り上げたのよ。ミロテインドリンク？バレンタインは自分の思いを相手に押し付ける日ではなく、相手を大切に思うべき日。カカオジャンという特殊な調味料を使いこなし、即座に行動を修正した魅力に参ったかしら。参ったかしらって、結局は勝ち負けに話がいくの？私が大切ってオチじゃなくて？ん？何を分かりきったこと。無論ユーナは魅力の大切な好敵手よ。それがどうしたの？はあ、ブレないね。でも参ったなんて言わないよ、私は。だってレンチは
致命的な計算違いをしているからね。何ですか？この弥勒がミスなど犯すはずがない。それとも証明ができるとでも？そんなの簡単だよ。ほらこれを見て。これは鉄アレイを模したチョコレートケーキですって。レンチと一緒に食べようと思って注文しといたの。内緒だからこれの分は計算されてないでしょ。うん、確かに。まさかユーナは弥勒とこれを食べるために勝手なダイエットを？うん、そう。ごめん、自分で考えたくせに何も知らないレンチに腹立てちゃって。謝罪は不要。ユーナの言動に隠された真の計画を見抜けなかったのは弥勒の誤算。今回はどれもこれも弥勒の調子がなぜか狂ってしまったゆえの結果ね。なぜかってそれも理解してないの？ん？レンチはさ、私があんまりお姉様に夢中だからやきもち焼いちゃっただけなんでしょ？なんという浅はかな考察。さすがは脳筋の中の脳筋。うるさいな。もういいからケーキ食べようよ。そうね、今紅茶を入れるわ。ああ私はいいよ、ミロテインで。ケーキは計算外だから、それを飲んだら余裕でカロリーオーバーするわよ。それでもいいの。レンチの作ってくれた私へのチョコ全部ちゃんと飲みたいから。ユーナ。それに明日からのダイエットメニューもレンチがちゃんと考えてくれるんでしょ？当然、望むところ。はい、あやちゃん。はい、芽吹先輩。わあ、チョコと一緒にタオルまで。しかも猫の刺繍がしてある。これあやちゃんが？はい、芽吹先輩もチョコと一緒に可愛い木彫りのウサギさんまで。ありがとうございます。ああ、戻ってきたかと思えばこれか。見てるだけで虫歯になりそう。どいつもこいつも、わざわざ人の多い部室に戻ったからイチャつきおってからに。去年までコソコソしてたカップルが今年はその子ずの自粛を受けて堂々としだしたからですね。カップルっていうのか、こういうのも。ヨーヨー、カップル、ペア、デュオ、アッバック。アベック？アッバック。発音はともかく言いません。もう、こういう時、フノコズの考えたサボタイがあったらうまく締められるのにな。やっぱり何か考えてみる？愛、南の島の？だからそれアイアイですって。銀ちゃん、私はいいアイデア出せないけど、よかったらこのチョコレートもらって。やった、ありがとうございます高島さん。こちらこそ、いつもぐんちゃんとゲームをしてくれてありがとう。銀ちゃんは上手だから、ぐんちゃんがいつもとっても楽しそうで私も嬉しいんだ。それに銀ちゃんと一緒だと徹夜しないでちゃんと時間を区切って遊ぶからとっても安心。ああ、高島様、やはりあなた様は氷様の健康まで気遣われておいでに。なんと素晴らしき愛。あの高島さん、そろそろ二人でどこかへ一息入れに行かない？え、あ、もうちょっと後でもいい？まだ銀ちゃんとお話ししたいから。あ、邪魔してごめんなさい。また後で声かけるから。氷様ががっかりなさっている。
いけない。ここは私が高島様に進言を。待った待った、二人の間の問題に首を突っ込んじゃダメよ、花本ちゃん。邪魔をしないでください、秋先輩。チンジャオロースを大盛りで食べさせますよ。やめて、ピーマン嫌い。じゃなくて真面目に、人間関係一線引くとこは引かないとだよ。でも仲間としては言えることを言えるときに、聞く言葉は聞けるときに聞いとけってことくらいは助言できるけど、高島ちゃんも氷ちゃんも勇者なんだし、そんなことは百も承知だと思うから、放っておきなさい。はい、こちらフレッシュベジタブルのホワイトスワン農場です。すみませんが、三州中学まで至急ありったけのピーマンを配達していただけますか。いやー、かなりいいこと言った、いいシーンだったのに、なんで。お返事がございませんので、勝手に派手めに失礼してお邪魔いたします。お邪魔いたします。うう、びっくりした、死ぬ。あれ、どこかで見たようなお顔のあなたは確か乃木若葉ファンクラブ、愛沢恵里会長。ごきげんよう、本日はどういったご用件で。それは、それは、鈴木の方から。あら、若葉様の聡明なマネージャーさんなら2月14日の要件などとっくにご存知なのでは。エマージェンシー。バレンタイン、バンアレンタインとは無関係。サナコ先輩、手伝ってくれてありがとうでした。その子さんずですね。我々と一緒に来てもらいましょうか。サンズ、それってマリーナベイ的な。え、そっちじゃなくて、今から一緒に来ていただきます。さあ、武闘派メンバーかかれー。乃木若葉ファンクラブ会員番号32番、オスメスキス。乃木若葉ファンクラブ会員番号46番。あー、たた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 、終わった。乃木若葉ファンクラブ会員番号5番、イケメン